皆さんこんにちは。第2代奈良シティコンシェルジュのベランギモナです。今日は西大寺さんにやってまいりました。西大寺は聖徳天皇の勅願により創建されたお寺で、宝生菩薩永尊上人が始めた大茶森のお寺としても有名です。この西大寺さんでは6月中旬から8月中旬にかけて、本堂前の塔跡周辺で約108の蓮を鑑賞することができます。それでは早速行ってみましょう。西大寺の佐伯さんにお話をお聞きしたいと思います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。西大寺さんの蓮の特徴や見頃の時期、時間帯を教えていただけますか？はい、後ろを見ていただきますとね、大きな屋根の本堂の前にあるのが、五重の塔の跡なんですね。この塔跡に約100鉢の蓮を並べております。赤い蓮や白い蓮やピンク色がかったハスとか、種類も非常にバラエティに飛んでおりましたね。早朝、もう日の出の頃から午前中は花が開いております。こちらはその早朝からもうずっと入っていただけますので、お写真等もたくさんの方に撮りに来ていただいております。どうぞたくさんの方にお越しいただければと思います。はい、本日はありがとうございました。はい、ありがとうございます。こちらの西大寺さんの開館時間は午前8時半から午後4時半までとなります。蓮は早朝に咲き、昼過ぎには閉じてしまいます。蓮の花が境内に咲き誇る時期に早起きして出かけてみてはいかがでしょうか。